折り鶴に込めた思いを紹介する覚えておこう G7 広島サミット折り鶴キャンペーンです。今日は広島市立吉島小学校です。吉島小学校では6年生が来年の G7 広島サミットに向け世界が直面する課題について学んでいます。6年生およそ40人が折った鶴にそれぞれの思いを書きました。お互いに思い合ったり認め合ったりしたら戦争や喧嘩がなくなると思ってこの願いを込めました。何も心配せずにぐっすり寝れる時が平和だと思います。言葉で解決したり国同士が分かり合ったりすることで平和になると思います。いろんな人の意見を受け入れたりいろんな人で支え合うことで平和な世界になると思います。覚えておこう。